死んだように生きるって、とっても恐ろしいと思うの。だけど本当に死んでしまったら、もう生き返ることもできない。再び希望を手に入れることができないの。それは恐ろしくて、とても悲しいことだと私は思う。はあ。本当に分かっているの？いや、よく分かんないっす。俺今生きてますよ。それだけは確かっす。それで何か問題あるんすか？あなたじゃないみたいだから、もう行っていいわ。チーズ。どこにいるのかしら。死んだように生きるって、とっても恐ろしいと思うの。あれ？
昨日寝る前にお菓子を食べたせいかしら。いいわ、そっちの言い分も正しいもの。だけど私も諦めないわ。お尻が喋った。抜けなくなっちゃったの。手伝って。手伝うって何を。後ろから押して。そしたらきっと抜けられるはずだから。押してって言われても。本当にいいんだよね。わかった。じゃあ行くよ。えっ！何をするの？何って言われた通り押しただけだよ。お尻を触っていいなんて一言も言ってないわ。ハレンチ、あなた最低ね。ごめん。でもだったらどうすればいいの？他に押せる場所なんてないよ。もういいわ。あなたの手は借りない。どうしてこんな状態になったの？試練だから。
試練？ここを通ることが？あなたには関係ないわ。ハレンチな人が近くにいると怖いから、どこかに行って。困ってる人を放ってはおけない。どうにかしてここから抜け出す方法を考えないと。ちょっと動かないで。何？いや！やだやだやだ、やめて。あった！もう少しだからおとなしくして！おとなしくしたらあなたの餌食にされてしまう！ハレンチ！外れた！ねえ、これで通れないかな？いけそう。頑張れ。よかった。抜けられたね。大丈夫？ごめん。魔法を使用する際、口にする言葉は使用する魔法のイメージをどれだけしやすいかが重要で、人によっては短い単語の人もいれば、長々としたセリフを必要とする人もいます。これは魔法の基本ですね。工藤さん、返事が大きいのはいいけど、時と場所を考えてね。
あれ、リクドさんどうしたの？もしかして俺たちと一緒にご飯食べたりしちゃう？ムーリー、今から屋上に行って飛び降りるから。そうだよね、無理だよね。え？陸道さん、早まってはいけないわ。先生の話を聞いて。何か悩んでることがあるなら相談して。お願いだからバカな真似はやめなさい。これはあなただけの問題じゃないのよ。周りにどれだけ迷惑をかけるかわからないの？
Thank you.